しますか。8時23分ですね。とりあえずここで待機して、ならなかったら9時ぐらいに出発。あったんで出てきたんですけど、向かってる途中でメッセージが来て、なんか商品変更を伝えてくださいみたいなことをメッセージ来たんでキャンセルしました。ほんとね、配達員に言ってももう配達員が着いた時には出来上がっちゃってるんで、そういうのできないんですよ。もう最悪急ぎだったらもう店に電話してください。本当になんかトラブルの元になりそうなんでキャンセルしました。いやー、いい天気、めっちゃ気持ちいい。1軒目スキヤから打たせ、日曜に雨マークついてるし10時前後だな今んとこ予報だと。75できないかもな。まあ雨の量にもよるけど不安定ですね。品数が多いからちゃんと綺麗に袋入れてくれてりゃいいけど、お客さんテイクアウト用の入れられてたら最悪だな。この前そうだったからね、何日か前。ありがとうございました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。完璧な梱包でした。すごいコンパクトに梱包してあるし、しかも土台がついてる、ちっちゃい土台が一番いい梱包。ありがとうございます。ベテラン配達員じゃない、ベテランの店員さんかな。いい梱包だわ。10時過ぎちゃった。9時台ゼロなってはいたんだけど、ちょっとね遠すぎるやつばっかだったんで行かなかったんだけど、まあいつも行かない案件ばっかで、ね、あー渋そうだな。あったかくて気持ちいいんだけどね、渋そうだ。そして腹が減ったけど、まだ16時間経たないしな。ああ、しかも今気づいた、8時からやっちゃダメだ、クエスト9時からだった。なんか一件カウントされてねえなと思って。まあでも今回500円ぐらいの案件だったんだけど、300円以上チップいただきました。ありがとうございます。800円になった、その一件で。まあクエストの一件には加算されなかったけど、十分価値のある一件でしたね。そしてずっと鳴らない。10時台は一回も鳴ってもいません。やば、恐怖だな。何この時間。あーもうこれ行こう。ちょっと賭けだけど、今日の2軒目3軒目、まあクエストの1軒目2軒目になるのは、ロッテリアのプレナからダブルで 4.9 キロ、どこまで生かされるかだな。お客さんの名前見たことない名前だからね、ちょっと怖いね。いや、8時1件、9時0件、10時この2件、ひどいな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。1件目がマサゴの5でしたね。そこまで
変な場所に行かなそうだ。もうその時点で4キロ近くだからね。2軒目がケミガワさん。まあいいか、いつも行ってるエリア内でなんとかダブル行けたわ。3軒目スキヤからマカリオン。お疲れ様です、ウーバーイーツです。おお、やっぱなんかすき家配達員用の土台ができたのかね。これもなんか土台が入ってんね、ちっちゃいやつ。これありがたいね。うん、なかなかいいアイデアだ。今までのすごいでっけえやつしかなかったからね。次がケンタッキーから打たせ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。いや気持ちいいな、最高の天気じゃないか。鳴りやんじゃった。とりあえずクエスト内では4件、クエスト外でプラス1なんで5件。まあいいや、全部もうこの先クエスト内で話していこう。クエスト外の1件とかもうどうでもいいわ。だから今4件目ってことにしよう。表示はね1件ずれちゃうかもしれないけど、どうしよっかな。表示1件ずらすのめんどくさいから、やっぱり次が5件目にしていこう。次が5件目に。予約してた iPad が届いた連絡が来てしまった。必要なんだよな、あと半年待てねえなって感じで買いに行こうかな。うん、ソフトバンク契約高いんだけどな。まあでも必要だからしょうがない。よし、今電話したら2時半で受け取れるらしいんで、2時半に1回行ってきますか。うん、機種変しよう。今までのがね第3世代のエアで 64GB しかないから、 PUBG に使ってただけだからね、ちょっと編集が全然できなくて、 4K も使えないしね、動画も。まあ、新しいのにしましょう。9月か10月ぐらいに出るね。 iPad Pro も悩んでたんだけど、今度 M2 チップっぽいしな。まあでももういいや、オーバースペックじゃオーバースペックだしな、そこまで必要ないでしょう。とりあえずは使えるやつで変えて、そうしましょう。12時20分。なかなか取れないですね、12時台は。なってはいるんだけど、俺がいつも行くエリアより一枠外側の遠いところしかなってない。まあそういうのもちょっと入れていかないとダメなのかもしれないね。前半で75取れちゃうと後半いいかなって思う気持ちもちょっとあるんだよな、あんまダメだったら。 iPad 来たら iPad いじりたくなっちゃうしね。ちょっと気持ちは45から60に切り替え始まっちゃってますね。渋さはいつまで続くのかな。ゴールデンウィークぐらいに落ち着くのかな。お、日曜の雨マーク消えた。
そんなことよりもなってくれ。ああやっと取れた。5軒目吉野家プレナから磯部6。ソフトバンク行く時間まで件数をちょっとでも積み上げましょう。その後続けるかわかんないけど、まあ最低でも45は取りたいかな。すいません、失礼します。失礼します。ありがとうございました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。さあこれで編集素材を iPad にも全部移しておけば、この携帯か iPad かどっちかで同じ編集ができるようになる。それプラスアルファでもう一種類ね、まあ今セカンドチャンネルで動画作り始めてるんですけど、そっちの編集も並行して作れる。おいいい、また飲み物買ってもらった。もう何回もそのやり取りを、いらないよいいよってやり取りをしなしいけん、もう、そして今坂口さんが撮影してくれてます。今日ねドローン用のガードを持ってきてくれた。ありがたい。みんな
クローズド、臨時休業そんなもんだよ。そうとも言うね。全部動画のデータを写して iPad で編集できるように切り替えて。いや iPad でやるんだったらそれこそルマフュージョン入れりゃいいのに。あ、ノイズね。ノイズ、そこの映像だけ。64と2頃の2種類出るかな。あ、そんななんだ。それではまた。はい、じゃあまた。おーい。予約なんでソフトバンクに向かいます。広角で携帯こうやってひっくり返して今撮ってみてます。あんまこのやり方やんないんだけど、対象の通信サービスはご覧の通りです。サービスエリアはホームページ賃料が多い回線から順に他の、はあ、受け取ってきました。腹減ったからここで飯食ってっちゃう。唐揚げ食べようかな。何食べようかな。3時15分ぐらいなんで4時半ぐらいまでちょっと休憩して iPad いじって、で一旦家に iPad とか置きに行って5時ぐらいから稼働再開しましょうか。スタバで行ってね、あのバナナナナバナナバナナバナナ飲みたい。並ぶからやめよう。一旦戻りますか。
iPad をね変更します。この第3世代からもうこのボタンもなくなる。どれぐらい使ったんだ、まあでも2年ぐらいか、2年ちょっとでな、第3が第5に早いんだよな、周期がな。まあでもどんどん使えるようになるのはいいことだ。箱から出ない、7秒で出るらしいけど全然7秒でも出ない。ちょっと出た、不安定なんでしょ、来週もそうだし。来週もなんか不安定だよ。ああ来週はずっと不安定だよ。なんでペロペロさんが聞くの、やめて。新聞屋さん、だって新聞屋さん来たよ、だって新聞屋さんのお兄さん待ってるの、出てこない、やめてつって。気づいた。今新しい iOS をアップデートしてます。なかなか使うまでにやっぱ時間かかるね。夜何度ぐらいなんだ、おおすごい、夜も20度近くあるわ、9時まで、すごいな、ありがたい。5時になってウーバー再開したらね、なりましたね、すぐ。ガストのケミガ浜から磯部行きましょう。まあ大雨でも降んない限り休む予定はもうないからな、4月はな。ここで何時間か使う分にはいいでしょう。で前半5万5000円ぐらいいってるから、後半ね45じゃなくて60取れれば一番いいね。そしたら多分1週間で9万円ぐらいかな。
疲れ様です、ウーバーイーツです。あ、結局眠くてね、 iPad も初期設定しかしなかった。もう寝ちゃった1時間ぐらい、眠すぎた。飯食った後のあの気持ちよさ、涼しさ、眠くなっちゃうよね。Amazon から LINE が来たな、明日なんか荷物が届くって。買った覚えがねえぞ。最近 Amazon ポチポチしてっから記憶から消えてるか。なんか押したっけな。まあ高いものは買ってないはず。なんだろう、下手すりゃなんか被って買っちゃってるかもしれないな。iPad 用のケースとかちょっと調べるか。キーボードも欲しいんだよね。なりました。ミッドツリーから幕張市。お疲れ様です、ウーバーイーツです。山田電機の近くに来たから、ここで iPad のケースとか探すか。ないなまだ。まあ正確には2個ぐらいはあるんだけど、全然好みじゃないやつしかない。これうーん、昔のやつだけど使えるみたいな、そんなやつしかないね。理想のあれはペーパーライクフィルムが見つかったね。ブルーライトもカットして、で紙のような書き心地のやつ、今回アップルペンシルも手に入れたんで、これが理想。まあちょっと高かったけど、こういうのはねアマゾンで探した方が安いですけどね。まあいいでしょう、きっとちゃんとしたいいものなんでしょう。さあ再開ウーバーイーツ。次が魔人豚から幕張5。ありがとうございました。お疲れ様です、ウーバーイーツです。9軒目寿司大和から打たせ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。次が9軒目かな、10軒目かちょっと分かんない、9軒目かもしれない。焼き鳥すみれから打たせ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。あおすごい気持ちのいい渡され方だった、笑顔でいいね。5棟あるでっけえマンションのなんだけど、建物の下に来たら電話くださいってなってっけど、入り口いっぱいあるんだけど、メインの入り口はピンが刺さってるとこより遠いとこにあるからな。どこなんだろう。とりあえず今メッセージ入れました。ダメだ、メッセージが多分読まれないな、何にもつかないから。メッセージの下にどうしよう、ピンの方行くかメインの入り口の方行くか。
全く正反対の位置ですから。ピンの方行くか。まさかの電話出ないって、そんなことある？電話くださいって書いてある。残り1分ちょっとで、とりあえずまあ連絡は取れたのがいいとして、残り1分ちょっとでお渡ししました。そしてなぜか置き配設定になるなってるから、写真も撮れないっていうか、もう設定がとにかくめちゃくちゃ、頼みます。次が11件目ですね。ちんたんたんから磯部の子、これでもしかしたらやめるかもしれないですね。まだ7時台なんだけどね、 iPad 触りたい。ありがとうございました。お疲れ様です。 Uber Eats です。はい、テリーマンのビデオログ、高評価チャンネル登録よろしく。買いすぎてしまった。つい半額見ると手を出してしまう。まあそれでも1200円ぐらいでこんだけの量買えるってさ、すごいね。お疲れ様でした。結局今日は合計で12件、クエストの分は11件で7600円ぐらい来たから、単価から600円以上だから悪くはないよね。だクエストはもうダメだとしても、まあ結構その分を賄えてるかなぐらいな単価にはなってる。まあ明日明後日も土日だからそんなに単価は低くないだろうから、できるだけまあ距離を走ったとしてもちょい高めのやつを取っていくしかないな。で45から60のどっちかがクリアできればいい。できれば60クリアしたい。60になると残り34だから、あ違うな、45で34か。60だとうわ49きつ、49はきついな。まあ明日次第だな。で8万から9万になる感じだね、1週間で。とりあえずそれでいいか、毎週そんな感じでなるようになるまでは。4日間で75はいいんだけどね、3日間で75はきついんだよね。ならないから。すげえ焼けてんな。サングラス焼けしちゃうな、やっぱ。ねえ、ミーシ。
食えるわ。案外ね、お酒と合うんだよね。買いに行くのがめんどくさいだけどね。作るとなるとすごい一人じゃ食いきれない量になっちゃうし、こうやって小分けで売ってるやつを買いに行った方が楽なんだけど、まともに買うと高いからやっぱ半額じゃないとって感じだから、毎回夕方以降に買いに行くのがベストって感じだな。サラダ毎日食うな。iPad 全然いじれない。もう眠いから寝ます。それではまた。